僕30、そして6になりますけど、35年前ですね、の写真がこちらでございます。おかれまんなけばーん、マンディです。そしてマンさんです。はい、まんなけ夫婦の過去の写真家にいる時間がとても長い昨今でございますけれども、やはりね、お家でできることっていうのを考えてたら、お掃除っていうのは皆さんするじゃないですか。そうですよ、模様替えしたりね、私もね、ちょっとそういうのをしました。ツイッターとかも過去のすげえずっと見てて、あ、こんなんあったなみたいな写真も見かけたので、ちょっと僕の方からいいですか、その写真を見てもらうっていう。見してください。はい、もう僕は時系列に沿ってですね、赤ちゃんの頃から全部見せるの、おじさんになるまで全てを皆様にお見せできたらなと、まずじゃあもう本当、僕30、今年で6になりますけれど、35年前ですねの写真がこちらでございます。バン、かわいいこれがこうなるんだ。ほんとね、女の子みたいだったみたいですね、髪の毛もね、結んじゃってたりしちゃってたみたいです。女の子だ、スカートだよ。そうね、なんか赤い服着てるしね。それがこれになった、これになります。今可愛い赤ちゃんをお持ちのお母さん、あまり期待しすぎず変なこと言わないでください逆にあんまり可愛くないなと思ってる人でも可愛くなることがあるかもしれないし、今が全てではありません。はい、では続いての写真はですね、15歳の時の写真です。15歳、はい、もう一気に撮ります、ないんだね。そうです、ないです、この家にはないんです。15歳の時の写真がこちらです変わってなくない？あ、わかる、なんかそうだね、中学生の時、歯が長い、歯が中3ですね。この写真のポイントとしては、この爪襟のこの襟の部分に大きな、バッチしてると思うんですけど、これ生徒会長のバッチです生徒会長だった、はい、生徒会長のバッチですね。面白いね、眉毛ってなくなるんだね、年取ったら。顔が大きくなったのかもしれない眉毛は変わらず続いてですね、19歳、これも別の人みたいですね。そうですね、汚いですね、なんか汚いんですよね細いですね細くて、まあなんかひげも生えてなくて、テレビに出るタレントになりたかったんで、オーディションを受けようと思って写真を撮った時の写真です。これは真っ正面じゃない後ろ振り返ってるの続いて23歳、大学卒業するかしないかぐらいの時ですね。こちらです、長髪です。これマックスじゃないんですけど、僕マックスこの辺まであったんで。そう、まあ、ダックスを手に入れて間もなくですね。はい、なんかこの T シャツまだ持ってない。まだ持ってるすごい、うん、持ちがいいですね。そうですね、この時から変わってないですね、服装が後ろに誰かの頭がありますけど。そう、怖いんですよ。怖いですね、これ。ダックス後ろ乗れないんで、人あそこに頭ありえないんですよ誰かの頭があるよ。これが23歳、13年前、12年前の写真でございました、はい、続いて時は飛んで30歳の時の僕ですね。30歳、5年前、こちらです。これインドネシアのビーチで撮った写真ですね。マフィアですね。そうですね、いい写真だなと思ってヒゲとグラサンの雰囲気がとってもいいですね、はい、もう一気におじさんになりましたね。おじさんですね、はい、ヒゲが生えてくるともうだいぶ今のバンディになってきますね、ここからポンポンと、じゃあもう最近のバンディになりますのでお見せしたいと思うんですが、34歳の時が、こちら。それ34だった、去年、はい、こんなになりました。ジジイや。そして35歳では、こんな感じになりました、はい、いろんな写真がね残ってるんで、人より僕って写真撮らないんですよ。撮らないですね、うん、それはなんかもうずっと仕事で、動画に収めて編集してっていうのをずっとやってるんで、写真なくても思い出残ってるみたいな、YouTube だったり Twitter だったり残ってるんで、いいことですね。そうですね、万の家の過去を見たいなと思ったら動画見に行けばいいんで、そう、もうその1年前と比べてバンディ太ったなとかあっという間に分かるんですよ。はい、バンディの昔の写真でした、はい、続いて、うんちゃんメンバー、
ブンちゃんね、1個しか残ってないんですよ。ブンちゃんメンバー1個しかないの。そう。あのね、はい、昔の写真、結構ダメになっちゃったんですよ。保管してたのが、地下だったんですよ、家の。雨漏りで水が染みちゃって、カビまぐれになったので、ほとんど捨ててます。そっか、うん、あんまりない中でそもそもうんちゃん顔出ししてないんで、うん、あんま見せれるものもあったとしてもないなっていうので、子供の頃ならいいならいいかなみたいで、こちらですね。これはね、はい、お父さんが持ってたからね、もらってきました。ダン昔。あー、これ俺あれだ、マグカップのこれ見たことある。うちのお父さんがこれをマグカップにして私にくれたんです。めっちゃ可愛いやん、これ後ろの掛け軸怖っ。なんでしょうね、掛け軸。夜中飛び出てきそうやん。かつてのうんちゃんです。いや、これいいわ、可愛い写真。はい。ほんで、バンド家2人になってからの写真で1個ね、発掘した写真があるので、これを見せようか見せまいかっていうのをね、ずっと僕は悩んでたんですよ。なぜなら恥ずかしいから。まあ言うて僕もね、34になった時とか35とかの時の写真じゃないですか、うん、でプリクラなんですよ。そう、酔っ払った勢いで撮ったんじゃなかったっけ。そんな感じですよね、うん、そのプリクラ撮ろうぜみたいな感じ。プリクラなんですけど、これまあ5種類ぐらいある中で1個だけならいいかなと思って、初公開、うんちゃんの顔。まあ、プリクラで加工されてるんで。そう、通常の3倍良くなってる。だし、多分これ見て、外でうんちゃん見つけて、うんちゃんだってならないと思うので。ならないですよ。これのうちの1個だけ、全部見たら結構うんちゃん分かっちゃうんで、鼻も隠れてるし、これだったら分かんないだろうっていうので、こちらを公開したいと思います。うん、こちらです。はい、はい、恥ずかしいですね。はい、ありがとうございました。というわけで今日の動画は以上でございます。はい、今日の動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひしてない方いましたらお願いします。お願いします。皆さんもね、懐かしい写真とかね、最近出てきてキャーってなってるんじゃないでしょうか。そうそう、あ、そうなんですよ。やっぱね、普段触らないところ触ると思うんですよ、お家の中の、うん、まあそういう経験があったっていう人はぜひコメントしてみてください。はい、はい、おかかちゃんは一言、おかかちゃんちょっと最後一言お願いします。はい、おかちゃん最後になんか一言。自粛して。お、覚えたね。自粛して覚えたの。何が自粛したらいい。何が自粛したらいい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ピカチュ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 。